論壇へようこそ、司会の関さんです。2023年の中国経済は財政赤字の急増不動産開発業者の債務不履行金融機関の破綻輸出の大幅減少など多くの問題が起きましたもちろん失業率の増加や不動産価格の下落など一般市民の生活にも大きな影響を与えています その結果消費や社会的需要は低迷し経済全体の状況はいまだに改善の兆しすら見えませんさらに大きな爆発が今後も続く可能性もありますでは今年の状況ですがこの苦境が改善される可能性はあるのでしょうかそれともまだ続くのでしょうか本日はスタジオに大紀元時報総編集長のカ君さんとテレビプロデューサーの李群さんをゲストとしてお招きしています また、アメリカ在住の中国メディア関係者である蔡新婚さんも今日の議論にオンラインで参加されます。番組の前に私たちの動画サイト、鑑真ンンワールドのチャンネル登録をお勧すすめします。精鋭論壇は毎週土曜日、鑑真ンンワールドで放送されますので、どうぞご支援ください。まずはじめに蔡新婚さんにお聞きします。 中国の国務院総理である李強は最近ダボス会議で2023年の中国経済の成長率が5.2%で当局の5%の計画を上回ったと述べました。しかし、この数字はかなりの議論を引き起こし、多くの人々がこの数字の信憑性を疑っています。 中国経済は昨年、実際にはマイナス成長した可能性すらありますが、蔡新婚さんはこの数字についてどう考えますか ?5.2% という数字は国際世論全体を驚かせました。中国国内の経済学者やビジネス界にとっても、この数字は信じ難いものだと感じているでしょう。もちろん現在の中京の統計局は、客観的な統計の権威性を失っています。 統計局はもはや統計を権威あるデータとして扱うのではなく、むしろ社会の安定を維持し、中国経済が光り輝くという中央政府の幻想に協力しているのです。統計局の基準が設定されており、何度も繰り返されてきました。 経済データは政権の安定と人心の安定に関係しており、いかなる経済データも中央当局の全体的な状況に従わなければなりません。このデータが精査に耐えられるのか、国際的に受け入れられるのか、あるいは信憑性があるのかどうかについては、統計局が考慮する範囲外です。 このデータに合わせるために以前の GDP データを急いで修正し、2022年の元データを5000億元、約10兆円以上削減し、いわゆる2023年の5.2%の下地を整えました。それを元に成長データを計算しています。中国経済問題に詳しい専門家のほとんどは、中国経済を2023年ほとんど成長しなかった。 あるいは全く成長しなかったと考えています。しかし、李強はなぜ中国は今なお世界で最も経済成長が良好な大国であり、特に習近平を核心とする党中央の指導のもと困難を経験しながらも急速な成長を維持してきたと述べ、このような素晴らしいニュースを報じたのでしょうか。それは彼、李強が外資を奨励し続けたいと考えているからです。 もちろんある意味では彼は引き続き外資を騙し愚弄しようとしています。中国のことわざで言えば彼は自分自身と他人を欺いているのです。このような経済成長データを外の世界あるいは基本的な常識を持った人に認めさせることは不可能です。これまでも述べてきたように中国経済を牽引しているのは投資、輸出、内需といわれる三頭立ての馬車です。 まず投資を見てみると中国全体の昨年2023年の固定資産投資は前年比で10%以上減少しました。これは過去数十年間に見られなかった稀な現象です。実際には投資先、プロジェクトや投資する資金もなかったためです。次に外資ですが中国は過去に外資誘致において世界第一位に君臨していました。 例えば、新型コロナで最悪だった2021年は、世界経済全体、特に生産企業が麻痺状態に陥り、中国は残業をして高速で生産を回していました。というのも、その年の外資の投資が歴史的なピークに達し、3000億米ドル、約44兆5000億円以上だったのです。 しかし、2022年には世界経済がやや回復し、外資の中国投資は急激に1800億米ドル、約26兆7000億円にまで減少しました。そして2023年には、この数字は断崖絶壁のように150億米ドル、約2兆2000億円に激減しました。国内資本も外資も減少し、特に外資は急降下でした。 中京は GDP が成長していると言っていますが、どのように成長しているのでしょうか。二つ目の輸出ですが、通常のデータで見れば、昨年、2023年、通年の輸出は減少しており、成長はありませんでした。三つ目の内需ですが、若者の失業率が2023年20%台と最高に達し、その後報告も止まりました。 1>, 1月にやっと報告が再開されましたが、6000万人の大卒を除外して、現在の若者の失業率は14.9%です。しかし、中国の実態を知る人々は、現在国内の若者の失業率がおそらく50%前後に達していると認識しています。このような厳しい経済状況の下でも、李強はダボス会議で高らかに自画自賛しました。 特に面白いのは関連するニュースで李教が言った以上は必ず実行し行う以上は断固としてやると話したとき多くの人々が香港を話題にしましたイギリス中国合意文書で一国二制度は50年間変わらないとされていましたが今では全てが変わってしまったと言っていますソーシャルメディア X で アメリカヘイマンキャピタルの創始者がダボス会議後に投稿したものを見ました彼は理教がまるで木の人形のピノキオで嘘をつくピノキオだと言っています鼻がどんどん長くなるのですねはい中共の総理を嘘つきと言ってみんなで彼を笑いものにしているのですもちろんネットではたくさんのジョークがあります 実際には中国経済は二重循環内部循環などを言っていますが最終的には困難な時期が訪れると言っています李軍さん昨年の中国経済をどう見ますか昨年の中国経済はあらゆる面から見て確実にマイナス成長でありプラス成長はありえないと考えています不動産があれほど落ち込み輸出も低迷している中 どのの要因でで経済を引き戻すのでしょうか先ほど蔡さんが話されたようにアメリカ調査会社ロジウムグループは非常に権威があり中国が公表した中間データなどを詳細に計算した結果成長率は1.5%未満である可能性があると考えています私が成長がマイナスだという理由はその中間データは下から上がってきたものであり それも劣増されていいるからですすはい、問題がありますねもしデータから水増し分を取り除いて計算すると経済成長はマイナスになりますもちろん先ほど蔡さんが中国の経済を牽引する三頭建て馬車があると話されました投資輸出内需です今ネット上では中国の経済は新しい三頭建ての馬車に頼っていると言われています 新しい馬車とは何でしょうか統計局、中央宣伝部、新華社です。巧妙論に頼っていますね。そうです。これらの馬車に一途惹かれると、中国経済は永遠に良く、永遠に巧妙です。それでは、先ほど蔡さんが投資と輸出について話されましたが、少しだけ内需、つまり消費についても話そうと思います。最近、 中国には9億2400万人が月収2000元約4万2000円以下というデータがありました。そうですね。2000元約4万2000円以下の収入では消費を牽引することはできません。これらの人々は現在生活に非常にプレッシャーを感じており、また失業率が高くて彼らは明らかに生活を切り詰めており、 消費を引き上げることはできません。では、月収5000から2万元、約10万4000から42万円以上の中流階級はどうでしょうか。昨年、中国の中間層の消費も大幅に減少しましたが、これはいくつかの側面から見て取れます。一つは中国の中高級消費財で。昨年、いくつかの産業が崩壊しました。高級車、骨董品、高級時計、 ピアノ製造などです。これらは基本的には中流階級の消費ですね。高級車のポルシェは昨年、中国での販売が第3四半期に急落して40%減少しました。それは世界でも類を見ない落ち込みです。BMW とベンツも値下げしています。中古車は言うまでもありません。そして、高級時計業界では以前100万元で取引されていた時計が 年末には50万元まで値下がりし、25万元の時計も年末には15万元まで下がりました。ですから、時計業界の人々は、以前に稼いだお金は今年すべて失ったと言っています。贅沢品を購入すれば、その価値が保たれると誰もが考えています。その後、一部の学者は、中国のある産業は、昨年消滅したようだと述べました。 中国では毎年多くの子どもたちがピアノを習いますが、昨年はピアノを習う人々や、ピアノを購入する人々が見当たりませんでしたピアノを習うのは家庭教育の一環なので、家庭教育の産業が潰れてしまったのかもしれませんね。ピアノをを習う人々はははやや収入ののある中流階級です彼らは自分の子にに良い教育を受けさせ将来的には 海外に留学させたいと考えています。しかし、昨年、中国のピアノ工場の半分が倒産したと言われています。いくつかの有料ピアノ工場も売り上げが激減しています。昨年の状況では、これらの中高級消費者の消費はこのように低下しています。おそらく唯一影響を受けなかったのは、家に何億、何十億もの預金がある億万長者だけでしょう。 彼らが削減するのは投資で消費ではないようですね。お金を海外に移し、逃げるつもりだと思います。つまり、昨年、低所得者の消費が増えず、中・高級品の消費が低下している中、非常に裕福な人々は、資産をどうやって外に移すかを考えていたのでしょう。そのため、消費が上がらず、投資と輸出も機能していません。その中で、 中国経済はどうやって正常に成長できるのでしょうか核さんあなたは昨年の中国の経済成長の数値についてどう思いますか中国の経済成長率が5.2%という数値について多くの人々はおかしいと認識していますこの数字は関西メディアの虚偽報道以外にも2022年の数字が低くかなり余分に水増し分が 含まれている可能性があります。海外メディアがこの数字を報じた際、中共政府公式の数字と一般市民の実感は一致していないと述べています。これは非常に微妙な言い方ですが、重要なポイントを指摘しています。なぜなら、中国の経済は他の国々とは異なります。例えば、中共は台湾に対する軍事準備を 2027年までに進めるために軍備を強化しています。武器が生産された後、市場に流通することはありません。流通しなければ国民はそれを実感できません。しかし、これらの武器の生産も GDP の一部であり、艦船一隻が十数億、他の飛行機やミサイルなども多額の費用がかかります。これらが作られたものも、 GDP に含まれますが、一般市民には関係がありません。もちろん、武器だけでなく、他にもいくつかあります。例えば、以前言及されていた鉄道や、道路などのインフラです。これらのプロジェクトの中には、投資した後、社会の経済的利益を全く生み出さないものもありました。しかし、当時はこれらも同様に GDP に入っていました。 以前、ある経済学者は「ピラミッドを立ててそこに大金をつぎ込んでも GDP は生まれる」「しかし経済的利益はなく全て効果的な投資と言えず一般市民は実感が得られない」と述べました文化大革命の時代も各地で毛沢東のために40以上の暗宮といわれる一時的な宮殿が建設されました。 それぞれ多額の費用がかかりました。経済統計では、これらはすべて投資として計上され、鉄鋼、セメント、労働者を必要とし、GDP の数字に含めることができます。しかし、一般市民にとって、このような GDP は感じられないものであり、経済運営に対しては効果がないものでした。ですから、 中国の GDP の数字は偽りの数字です。一方、無効な投資を多く反映しているとも言えます。私たちが無効と言っているのは、経済効果のない、経済と無関係な生産プロジェクトの比率があまりにも大きいからです。もちろん私たちは昨年の中国経済の全体的な状況について話してきましたが、 中国経済が非常に悪かったことは誰の目にも明らかです。では今年は状況が良くなるでしょうか先ほどから具体的な状況についてたくさん議論してきました。つまり、皆さんが話された通り、2023年の経済は非常に悪かったのです。どの経済体系でも完成の法則があり、規模が大きいほど大きく作用し、急に悪くも良くもなりません。 ですから、今年やその後、数年間の動向も、これまでの動きと逆行することはありません。中国の経済問題は、実は政治問題であり、それは中共の政治体制と構造に起因しています。過去70年間の中国経済を見ると、50年代は復興期でした。戦争が終わり、平和な時代が到来し、 経済は必然的に回復成長を遂げる。これが第一段階です。第二の段階では、いわゆる社会主義改革が完了し、国有経済が主導した結果、経済は次第に悪化していきました。第三の段階では、東小平が主導する改革開放です。権限を分散させ、利益を譲渡し、国有経済の割合を減らし、 民間投資と民間資本の企業を奨励した結果、経済は急激に成長しました。今は第4段階であり、経済成長後、中共の上層部は自信を持ち、自らを無敵だと考え、トップダウンの経済設計や国信民体を設計し始めています。中共は自分たちが非常に優れていると思っているのです。中国の経済成長は、 彼らが自ら設計したものであり、そのため彼らは世界の方向性を設計し、世界を指導しようとしています。そして、その結果、経済に問題が生じるのは必然的です。2024年以降、この大きなサイクルで観察できるでしょう。計画経済、国有企業、トップダウンの経済設計、 これらはすべて共産党政権の基本的な特徴です。中共は逆戻りしているため、中国経済の将来の方向性はすでに決まっており、良くなるわけがありません。しかし、中共にとっては、問題が発生すると、自分たちのコントロールが不十分で、社会の管理が十分に厳格化でないと考えます。とにかく、彼らにとっては、 全ての問題は外部の問題であり他人の問題だと考えています。ですから中共の対応策と方針はますます制御を強くします。今回開催された党中央規律検査委員会の会議で習近平は2024年に腐敗撲滅を強化する5つの分野があると述べました。これは制御を強めることです。これには金融、 国有企業、エネルギー、医薬品、インフラプロジェクトも含まれており、経済への制御を一層強化し、すべて再びコントロールします。これは全く逆の処方箋です。腐敗撲滅はもちろん必須ですが、それは公正かつ公平な司法と開かれた世論の監視のもと、開かれた社会でのみ成功することができます。そして、 民の皇帝死ゆげんが非常に多くの腐敗した役人を殺害しても、民の時代の汚職は少しも減りませんでした。ですから、中共の腐敗撲滅の目的は官僚制度を制御し、各種業界や産業を統制することで、結局、中国社会全体を統制することであり、その結果は間違いなく大恐慌につながるでしょう。 現在、誰もが非常に緊張している状況です。特に先ほど話した今年の中央規律検査委員会で語られた重要方針です。つまり、反腐敗の5つの重点方針です。まず第一に、金融、次にインフラ、国有企業、エネルギー、そして制約が挙げられました。そのため速攻性があり、金融はすぐに問題が出ました。そうですね。金融業界とエネルギー業界。 医療業界これらの領域でのいわゆる半腐敗は実際には制御でありより厳格に制御されることになりますですから年明けの株式市場の反応は非常に明白です先日一気に株式市場は2800を割り込み2760付近になり株主たちは悲鳴を上げましたその後少し反発がありましたね現在 国家チーームが大量の資金を投入ししててサポートしていますもしサポートがなければ、言ってしまえばすでに2700を維持するための戦いが始まっていると言えるでしょう。2024年今年今の経済はどうなると思いますか中国経済はすでに曲がり角を過ぎたと思います。というのも、中国経済は実は一種の不健全な発展、つまり地方債務の固定資産投資に頼り、 地方債務の投資を大量に行っていましたさらに不動産バブルを無限に拡大させて GDP をけん引し低価格ダンピングに頼って輸出を引っ張っていますこの3つの側面は実に不健全でありある時点に達すれば必ず崩壊するでしょう偶然にも2023年この3つの産業は全て崩壊しました崩壊後 経済全体が臨界点を超えたのです。習近平がこの点に触れましたが、習近平も元に戻せず、誰も元に戻せません。つまり、この時点で中国経済は崩壊しており、これが第一の危機です。しかし、一方で、中国にはもう一つの特殊な状況があります。現在の中共の最高指導部である習グループには、経済がわかる人間が一人もいません。 習近平、李強、帝摂正、佐伯であれ、トップチーム全員の中で、本当に経済を理解している者がおらず、体制内で経済を理解している者は、皆逃げてしまいました。今、中国経済は最も危険な時期、臨界点を超えた危険な時期に達していますが、中共の最高指導部は、経済のことを何もわからない人々の集団です。 まるで戦争が最も危機的な瞬間に達すると戦い方を知っている人々が政治工作幹部たちを残して全員逃げ出してしまうのと同じようなものです。この戦戦争はええると言えますかですから現在の状況では中共が来年どの業界を統制するのかその業界は大きな問題になると思います。例えば今年はトーークショーにしろ インターネット産業にしろ、医療産業、教育産業、ゲームも含めてですね。そう、ゲームですね。コントロールをすると、最終的に問題になります。上海第一財経新聞が最善の約束は権力を異常して手放すことだと言っているわけですね。そうです。実際、上海第一財経は、あなた方に懇願している。 もしまだ良いことを残したいならいっそ放っておいてくださいあなたが放っておけばまだ希望があるかもしれないあなたが管理すればするほど悪くなると主張しています西新婚さんにお聞きします今年の経済をどう見ていますか今後何が起こるのでしょうか今年の経済が好転に向かうよう内需を引っ張って外資を安定させようとしていると思います 実際、昨年2023年から取り組んでいますが、今のところ改善は見られません。最大の問題は、10億人以上の国民に消費能力がないことです。内需を引っ張っていくには、数千万人の党員や幹部、あるいは国有企業や機関のグループが注目されます。基本的にこのグループはまだ安定した職、t f ワンを持っており、給与水準もかなり高く、 中国のいわゆる中流階級を上回るか、それに近い存在なので頼るしかないと思います。この数年の盲目的な翻弄を経て、中国の偽中流階級は基本的に本来の姿を表しました。かつてこうした中流階級の人々は数件の不動産と数千万元の資産を所有していました。 今は不動産価格が下がり、数千万元の資産価値が削られ、手元には1000万から2000万元しか残らないかもしれません。しかし、銀行からの借り入れは数千万元もあり、昔と同じ収入を維持できなければ、借り入れの返済はできず、多くの家族が大きな困難に直面しています。近年、多くの人々が家や車を抵当に入れているという事実があります。 家や車を抵当に入れた後、銀行からいわゆる金融ローンを組みます。その資金をいわゆる高金利の資金調達のために投資詐欺の一種のポンジスキームに買い取らせました。今、高金利の資金調達や10%以上の信託投資商品を扱う企業は基本的に全て破産し、どれも元本を正常に返済できていないようです。 今年はこの問題が本格的に爆発するでしょう。昨年はなんとか奮闘していた金融運用会社や資金調達型の投資会社は基本的に今年で完全に終わりを迎えることになるでしょう。ですから今の状況から判断すると今年はもっと大きな底打ちがあると思います。 昨年、2023年の景気は非常に厳しいと話しましたが、今年は昨年以上に厳しいと思いますので、幻想を抱いてはいけません。私の知る限り、多くの企業家があらゆる手段を使って資産を処分しようとしています。資産の価値を切り下げてまでやっています。彼らはどうにか資産を米ドルや金貨に変え、この危機から逃れようとしています。 先日、習近平が地方の閣僚幹部を対象とした金融セミナーで、今年の金融監督について角度を明確にして、しかも手強いことを要求しました。この演説は非常にダメージが大きく、証券市場に投資している金融機関も含め、これらすべての金融機関が恐怖に怯えていると思います。 習近平の言葉から彼らは昨年苦戦した残り少ない産業が今年は切り捨てられるとすでに気づいています。いわゆる中流階級が今年は少しは緩和され、より良い暮らしができると思っているのは幻想で、やがて事実に直面し見えない深淵に落ちてしまうかもしれないと思います。基本的に状況はこのようなものです。 中共政府は対外的には柔軟姿勢を取りたいのですが他の人はそれを信じません内部では政府はもっとはっきりとした態度で規制を続けようとしていますでは中国経済はどうなるのでしょうか悲惨な状況はまだ続くと思います最も悲惨というわけではなくより悲惨になるだけでしょうもちろん具体的な状況については引き続き観察する必要があるかもしれません さてそろそろお時間となりました非常に素晴らしいご意見をくださったゲストの皆様ありがとうございましたご視聴いただいた皆様にも感謝申し上げます次回の番組でまたお会いしましょう